皆さん、こんにちは。さんまのスーパーからくり TV などのバラエティ番組で、数々の天然発言やエピソードを披露し、元祖天然女優とも言われている浅田美代子さん。明るく元気なキャラクター性やその人柄から、多くの人に愛されている浅田美代子さんですが、現在、病気の噂があることが分かりました。今回は、浅田美代子さんのプロフィールから、吉田拓郎さんを略奪された噂や、山口百恵さんの現在を語った時のエピソード、また、明石家さんまさんとの関係や、病気についての噂などについても迫りたいと思います。浅田美代子さんは高校2年生の時に、スカウトされたことがきっかけで、銭湯を舞台にしたホームドラマ、時間ですよの、新人オーディションへ参加。約2万5000名の中から選ばれ、時間ですよの第3シリーズでお手伝い役としてデビューしました。また、劇中歌として使用された赤い風船で、歌手としてもデビューし、1年で50万枚近くを売り上げ、1973年の第15回日本レコード大賞で新人賞も受賞。華々しいデビューを飾りました。その後も、人気ドラマに出演し、歌手としても、数々の楽曲をリリース、人気を獲得しましたが、人気絶頂だった21歳の時に一度芸能界を引退しています。その引退の理由というのが、吉田拓郎さんとの結婚です。二人は1975年に懐かしき海の歌というドラマで共演したことがきっかけで交際に発展しましたが、当時吉田拓郎さんは歌手の四角よし子さんと婚姻関係にあり、子供もいたため不倫関係ということになります。浅田美代子さんはスクープに対して、奥さんがいても構わない、誰が何と言おうと交際をやめないと発言。対して吉田拓郎さんは、恋愛感情はなく妹のようなものとし、交際していることを否定しました。しかし浅田美代子さんとのスキャンダルが出た同年、四角よし子さんと離婚。離婚理由については性格の不一致で浅田美代子さんは関係ないとしていましたが、その2年後の1977年に浅田美代子さんと吉田拓郎さんは結婚。浅田美代子さんは専業主婦となるため芸能界を引退しました。当時芸能界に入って間もなく、21歳という若さから浅田美代子さんの両親は結婚を大反対したそうで、結婚の話を切り出した時には父親が激高、浅田美代子さんの部屋へと向かい、出て行けと服を窓から外へ放り投げられたこともあったそうで、また周りの人たちからもやめた方がいいと結婚を肯定する人はあまりいなかったといいます。それでも結婚を決めた理由は、自身の何事も反対されると燃え上がるという気の強さやひねくれた部分がある性質と、かねてから親交があったキキキリンさんの言葉にあるとインタビューで語っていました。当初浅田美代子さんは吉田拓郎さんの結婚したら芸能界を引退してほしいという要望に迷いがあったそうですが、キキキリンさんが専業主婦をちゃんとやれたら人間として何でもできるようになるわよ、家を切り盛りするんだよ、しかも報酬もないのに家族のために尽くせるなんてすごい仕事だよ、みよちゃんやってごらんよと背中を押してくれたことで結婚や専業主婦になる決意を固めたそうです。周りからの反対を押し切り結婚、芸能界を引退した浅田美代子さんですが、結婚から約6年後の1983年に夫の吉田拓郎さんと女優の森下愛子さんの深夜デートが週刊誌にスクープされました。このことについて浅田美代子さんは夫の不倫を否定しましたが、吉田拓郎さんは、愛子ちゃんは好きだよ、でも隙がないんだよな、先のことはわからないねと不倫していることを肯定しているとも取れる発言をしていました。そして夫のスキャンダルの後、浅田美代子さんは芸能界復帰。このことで離婚秒読みという報道がされ、当時は離婚を否定していた浅田美代子さんですが、翌1984年に離婚。吉田拓郎さんは離婚から2年後には不倫を噂された森下愛子さんと結婚、略奪婚をした浅田美代子さんでしたが、今度は吉田拓郎さんを略奪された結果になりました。
2021年のインタビューで結婚生活については、悲しかったことも苦しかったことも嬉しかったことも全て含めて私の人生にとってなくてはならないものだったと話していました。浅田美代子さんは2023年現在でも再婚はしていませんが、再婚するのではないかと噂されたこともあり、その相手というのが明石家さんまさんです。浅田美代子さんは明石家さんまさんの番組に出ている時の天然な言動が印象的で、二人の仲睦まじい姿から交際の噂や一部では結婚を噂されたこともありました。しかし実際には交際の事実はなく、明石家さんまさんについて同志とか同級生みたいでそういう感じにはならなかったと、恋愛対象として見る相手にはならないと語っていました。浅田美代子さんについてさらに調べていくと、病気や山口百恵さんの現在について語ったという噂がありました。まず病気についての噂は、浅田美代子さんが癌で闘病生活を送っているというものですが、結論から言いますと、この噂はデマである可能性が高く、このような噂が出たのは浅田美代子さんの近しい人が病気で亡くなっていることが理由の一つだと思われます。浅田美代子さんは母親を急性リンパ性白血病で亡くしており、また仲が良かったキキキリンさんが乳がんなどを患っていたことから、情報が交錯し浅田美代子さんの癌闘病の噂へと変わってしまったようです。2023年の7月には自身のインスタグラムで、明石家さんまさんや歌手のミーシャさんの誕生日を祝った時の楽しげな写真を披露し、元気そうな姿を見せていました。さて、先述したもう一つの噂、山口百恵さんの現在について語ったというものですが、こちらもデマと言えるような情報だと思われます。とある記事で芸能関係者が、百恵さんは3月下旬に3年ぶりにキルト店に新作を出展、同じ頃初孫が1歳を迎えるなど充実した日々を過ごしているようですと語り、さらには百恵さんに子供が誕生した時には浅田さんは自宅までお祝いに駆けつけたそう、二人でカラオケを楽しむこともあるといいます。百恵さんもカラオケ好きで、自宅にはカラオケ機器があるほどですからねとコメントしている情報はあり、芸能関係者とされる人物が同期の浅田美代子さんと山口百恵さんの現在の交流に関して話したとみられる記事は存在していましたが、浅田美代子さん本人が現在の山口百恵さんを語ったとされる情報は見つけられませんでした。記事によると2人は同じ年にデビューし、当時はライバルとしてお互いにライバル意識もあったようですが、1975年に映画で浅田美代子さんと三浦友和さんが兄弟役で共演したことで、山口百恵さんと三浦友和さんのデートのカモフラージュとして3人で食事に行くなどし、親交が深まっていったようです。結婚後も家族ぐるみの付き合いをしたりと、親友とも言える関係になったとのことで、それから40年以上経った現在でも交流は続いていると言われ、引退してから表舞台に姿を見せていない親友の現在を暴露する可能性はあまり高くないと言えます。浅田美代子さんは現在動物愛護や保護犬の支援活動について取り組んだり、時折テレビ番組に出演したりと、公私ともに充実した生活を送っているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。